こんにちは、花房皮膚科花房と申します。今日は、帯状疱疹についてご説明したいと思います。帯状疱疹というのは、水疱瘡と同じウイルスなんですが、その水疱瘡ウイルスが、一度かかった方っていうのは潜伏感染で、水疱瘡ウイルスがわずかに体に残ってるんですね。で、それが、免疫力の低下や、疲労なんかによって、またそのウイルスが活性化してしまったものが帯状疱疹ということになります。症状としましては、だいたい右か左かのどちらか、顔でも体でも、手でもどこでも起こりうるんですが、どこかに、縞状にこう赤いブツブツができて、徐々に水泡化してくるっていうのが特徴ですね。名前の通り帯状にそういった症状ができることが多いです。で、最初は痛がゆいっていうようなこともあると思うんですが、徐々に痛みが増してくるのが特徴ですね。発疹ができる、1週間ぐらい前から痛みが出てきているっていうことも多いです。で、こちらなんですが、1回発症してしまうと、病院に行ってウイルスを抑える飲み薬を飲む必要があります。その他、痛みをコントロールするために痛み止め、いろんな種類のものを飲む必要があります。で、こちらも治療が遅れると、神経痛が残ってしまうことがあるのが、最大の問題で、半年1年と痛みが残ってしまうっていう、方もいらっしゃいます。なので、症状が出たらすぐに病院に行くことをお勧めしたいと思います。今皆さん、コロナ等で、お疲れの方が多いと思いますので、ちょっと増えてきてるんじゃないかっていう話も聞いております。皆さんご注意してみてください。ご視聴ありがとうございました。